花嫁の皆さん、花ちゃんのお時間です。好きなチュッパチャップスの味はプリンのキーといちごとコーラといちごのマユです。ということで今日は結婚式でとっても役に立つカンパの作り方をご紹介します。早速どうぞ。カンバは本当にデザインがすごく豊富で、ある程度のテンプレートも揃っているので、こう自分で一からデザインしなくてもその型にはめて作ることもできます、はい、しかもなんといっても会員登録が無料。ちょっと有料のデザインもあるそうけれども、でも無料でもすごく可愛いデザインがありますね。十分です、うん、なので今回カンバ使い方を習得することで、例えばウェルカムボードだったり席次表とかメニュー表とかペーパーアイテムも自分でこうペロペロっと作れちゃうと思います。それではどうぞ。それでは早速作っていきましょう。前段階として携帯でも作成することはできますが、文字の移動など細かい調整が難しいのでパソコンでやることをお勧めします。今日はパソコンでの使い方をご紹介していきます。まずは Google や Yahoo 等で Canva を検索します。こちらの上にある Canva をクリックします。そうするとログイン画面になりますので、まだ会員登録がお済みではない方は無料でできますので登録しましょう。ログインが完了するとこちらの画面に移動します。真ん中にある検索バーから作りたいものを検索することができます。今回は左上にあるテンプレートにカーソルを持っていきます。個人向け欄にある招待状をクリック、クリックするとこのようにデザインがたくさん出てきます。自分で作るのが苦手という方でもテンプレートが豊富にありますので、ここからお好きなデザインを選んでみてください。また王冠マークがついているものは有料になりますので注意してください。お好みのデザインが決まったら、このテンプレートカスタマイズをクリック。そうすると編集画面に移動します。編集画面の各機能をご説明します。まず上にあるのがテンプレートです。こちらからもテンプレートのデザインを選ぶことができます。続いて素材です。こちらはアニメーションのついたスタンプを選ぶことができます。また検索バーを使ってお好きなスタンプを選ぶこともできます。こちらも同じく王冠マークがついているものは有料になります。続いてアップロードです。アップロードではご自身の写真や動画、音声といった情報をアップロードすることができます。続いてテキストです。テキストも同じく様々なバリエーションから選ぶことができます。編集画面からこのように文字を編集することができます。またこちらでフォントの変更、文字サイズの変更、色味の変更ができます。すべての編集が終わりましたら、右上にある共有ボタンをクリック、ダウンロードをしてファイル形式を選びます。形式を選んでダウンロードボタンを押すと完了です。いかがでしたでしょうか。今日はカンバの使い方についてご紹介していきました。はい、花ちゃんでは結婚式にまつわる情報を配信してます。何かこういうネタもやってほしいとかリクエストもいつでもお待ちしてますので、ぜひコメント欄に書いてみてください、はい、もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。バイバーイ。